こんにちは。プロスペースを巨人純正でやっていますペイです。先日の更新で OB 第3弾が登場しました。巨人では絶対松井秀喜さんが来ると思っていたんですが、まさかの上原浩二さんが登場しました。そして査定年度もね、変わっているというところで、今回の動画では新上原浩二さんの能力解説をやっていこうと思います。ちなみにこのチャンネルではプロスペースの巨人の情報を巨人純正目線で解説しています。巨人純正の方にはもちろん、そうでない方にも有益な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。それでは本題に行きましょう。と、本題の前に巨人純正民 A ランクが当たったら保管しておくべき選手を紹介していきます。まずは近鉄タフィーローズさんですね。巨人には2004年から2年間在籍していました。2004年には134試合に出場して、打率2割8分7厘、ホームラン45本、打点99を記録して、タイトルとしてはホームラン王、ベスト9を獲得しています。巨人版ローズさんもいずれは出てほしいですね。次にロッテ落合さん。巨人には1994年から3年間在籍していました。1995年には打率3割1分1厘、17本、65打点を記録しています。獲得したタイトルは特にありませんでした。巨人版落合さんは登場したらアーティスト降格は残ってるでしょうから、ぜひ巨人版も登場してほしいところですね。ローズさん、落合さんはどちらも巨人 OB として登場する可能性は十分あると思いますんで、 A ランクが当たった方はぜひ保管しておきましょう。ということで、新上原浩二さんの能力を確認していきましょう。まず査定年度が変更というか復活というのか、どちらが正しいのか分かりませんが、昨年の OB バージョンのものからは変更になって、以前登場していたワールドスターの2007年のものと同じ年に変更になりました。能力は球威78、制球87、スタミナ60の完全制球型で登場しましたね。ワールドスターバージョンからは制球プラス1されて登場しました。適正は先発適正が消えて中継ぎ適正が追加となりました。球種が結構変わっていて、まずツーシームが剥奪されて代わりにチェンジオブペースになりました。そして第2球種にもフォークが追加されて、晴れて2種フォーク投手の誕生となりました。いやー、ツーシームがねなくなっちゃったのは残念ですが、2種フォークっていうのは上原さんをちゃんと表現してくれてる感じがしてめちゃくちゃ嬉しいですね。他には一応カットボールの球威が上がっていたり、スライダーの変化量が上がっていたりと、またカーブが追加されたりというところがありますね。特能では第3特能が奪三振から存在感に変更になっています。これも存在感は発動したらかなり強い特能なんで、これも強化と言えますね。そしてこの上原さんは称号で球威 A または制球 S が可能となっています。ではまたいつものようにリーグリアタイ別に解説していこうと思います。まずはリーグ面、強みとしては何といっても球威制球合計値165という高さですよね。称号は必要ですが、球威要員になれるというのも結構でかいですね。そして2023年シリーズ2では巨人の中継ぎがステータス的にかなり手薄となっているため、そこを補えるという点が強みと言えると思います。逆に弱みはランキング次第ですが、エナジーがかかるという点ですね。お正月でみんなそこそこ時間があるというところと、初登場の藤村さんなど広角アーティストが3人、外小葉さん、バーネットなどリアタイで強い投手も多数いるというところで、ランキングは大荒れの予感がしますね。そして継承に関してですが、ワールドスターバージョン、OB バージョンともに基本的には OK だと思っています。ただコストリーグ勢に関しては、特に OB バージョンの球威制球同値が決まっている場合なんかは、継承は慎重になった方がいいかもしれませんね。以上のことから、最強決定戦に向けてリーグ勢は獲得必須級の選手と言えるでしょう。ガチャ、ランキング、何が何でも獲得しに行きましょう。次にリアタイ面、強みとしてはやっぱり2種フォークですよね。そして特能が超コントロール存在感というところもいいですよね。もともとの制球力も高いので、ビッタビタに決めれば結構強いと思います。巨人純正には今までいなかったタイプのリリーフ投手なんで、強力な中継ぎ陣の一角を担ってくれると思います。一方で弱みとしては球速が遅いという点ですね。そして
2種フォークは強いんですが、まあ、最強っていうわけではないというところですね。2種フォークといえばパッと思いつくのはソフトバンクの斉藤和巳投手ですが、意外と打てちゃうんですよね。もちろん得意不得意があるので一概には言えませんが、最強とは言えないと思います。ただ今までの上原さんの中では一番リアタイ性能は高いと言えると思いますので、継承に関しては基本的に継承でいいと思います。以上のことからリアタイでは必須級というわけではないですが、できれば取っておきたい投手というくらいかなと思っています。まとめますと、リーグ面では9位制球の合計値が165と高いこと、称号はいりますが9位要員になれるという観点から最強決定戦に向けて必須級の選手と言えるでしょう。一方でリアタイ面では2種フォークに加えて超コントロール、存在感という特能は強力ですが、球速が遅かったりと最強クラスというわけではないというところから、獲得必須級ではないですが、できれば取っておきたい投手と言えると思います。個人的にはですね、最強の投手ももちろん好きなんですけど、純正ならマエルっていう投手が特に大好きなんで、この上原さん絶対取りに行きたいと思います。ということで、イベントを最後まで走ってきたんで累計契約書引いていきましょう。今回はね、ランキング走るつもりはありません。やっぱりお正月はゆっくりしたいですからね。なので出なかったらガチャ確定です。セレクションはね、100連以上覚悟しないといけないんで、マジでここで当てたい。さあ、バット当たってくれ上原さん。いやー、当たらない。でも出てくれるよね上原さん。いいよ。来年はいい1年になりそうだ。